鳥居立神社は、和歌山県和歌山市園部にある神社。式内社で、旧社格は合社。別称を、園部神社。また、島神社、聖火神社と共に、帰産所社と称される。祭神は次の通り。立神社の祭る、板手紙の性格を知る者として、張馬国風土器では、神宮皇后が韓国に渡る際に、 船の前に、イフト市大臣を祀ったという記述がある。また、住吉大社神代行きでは、住吉大社拙者の船玉神社が、騎士の神であり、島神、聖火神、伊達神の本社であるとしている。このように、伊達神は、船と関係が深く、船で各地に渡った騎士の神であるとされる。人格神の伊ける命は、 木の国を象徴する樹木の神であるが、船は木を切り出して作られることから、船の守り神ともされていた。また、いける命は、伊達祖神社祭人と同神であることから、伊達神社は、一宮大名神とも称されたという。一説として、貴族風土記では、木参書者が、伊達祖三神を分子するとする。祭人の神むやい耳の命について、木の国名所杖では、 中世にこの地に居住した園部氏の祖であることによると、する。口述のように園部への潜座は上安四年以後と見られることから、この説に基づくと、かむやい耳の命は、その潜座後に兵士されたと見られている。以上二柱のほかかつては、いたける命の不信、祖三ナルソンが、ギオンゴズ天皇として祀られていたという。本殿総建は不詳。 上安四年の古文書によると、伊達神社含め、紀産書者は日前宮近くにあったとみられることから、現在地のその部への先座はそれ以後とされる。国史では、いずれも、島神、聖家神と共に、上は十一年に、聖五位した、歌唱三年に十四位した、上元元年に聖四位した、上元十七年に、十三位の深海少女の記事が記載されている。 演技式新名帳では、木の国名草郡に、伊達神社名神台と記載され、名神大社に列しているほか、木の国新名帳では、正一位伊達大臣と記載されている。また、伊達神社は、島神社、聖火神社と共に、帰産書社と称されたとされる。帰産書社の記載は、永生三年の収納前帳をはじめとして、中期天人二年上、両人秘書四駆神家等に見える。 住吉大社神代記では、紀三諸社の由来について、神宮皇后が三冠征伐に用いた船三層を竹内すくねに祀らせたことによるとする。当社は以上の伊達神社に否定されているが、貴族風土記によれば、近世にはその否定をめぐって議論があった。すなわち当社がそれまで伊達神社を名乗っていたにもかかわらず、官方年間に、 和歌山市小野町の水門吹上神社が、式内伊達神社を主張し、和歌山藩が、その主張を認めていた。そのため、紀伊名書杖では、吹上社が、伊達神社に否定されており、当社は、園部神社と称していた。また、俗風土器では、当社の社殿は、織田信長によって焼かれたというが、真偽は明らかでない。明治に入り、社名を旧号の伊達神社に戻した。 明治14年、近代社格制度において校舎に列した、経代社いずれも経代社、抹茶消費所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。